ストレートさんからコードレスグラインダーが出て、これめっちゃいいなと思ってすぐ買いました。じゃあちょっと中身を見ていきましょう。こんな感じでした。もうねこうやって回るんですね。で充電器がついていると。でこれでねもう充電からバッテリーまで全部ついてるので、これを一つ使うだけで使えるっていう仕様ですね。でこれのメリットですね、これ電動ラチェットとバッテリーが兼用なので、これを持ってる人にはもうめちゃくちゃメリットしかないですね。でこいつを操作感、ここでオンオフで、ここでちょっと怖い音しますね。1からマックスまで、6マックス、こんな感じです。でこれのいい、すげえいいなと思ったところが、このコレットサイズですね。これちょっと分かりづらいんですけど、3ミリと 2.35 があって、よくあるこういうやつって主に2.35 が多いんですよね。リューターとして使う感じだと。この3ミリを 2.35 に変更するようなやつもあったりします。はめ方なんですけど、ここをこの回転でこうロックするところがあるんで、ロックしてコレットをつけて、でこうやってつける感じですね。個人的にはこれを使いたかったんですよ。これを使いたくて、これ以外にはあんま使うことはないと思います。どういう時に使うかっていうと、ちょっとこれもう処分するホイールですけどね、ホイールのここの中の汚れをこうやって取りたい。こんな感じで個人的には使っております。であとね、パワー感がどんなもんかっていうところですよね。まあ、使った感じね、力もまあまあありましたけど、よし、これでちょっとウォーターポンプを削ってみます。ステルウォーターポンプですね。ちょっと回転上げて、多分ね回転が低いと結構ね止まっちゃうんですよ。止まっちゃうんでちょっと高めにして、結構削れるんですよ。まあ荒削りは無理かもしれないですけど、まあ、若干削りたいとか、プラスチックはあと余裕ですね、十分使えます。こんな感じで、実はねミルウォーキーさんもちゃんと出てるんで、もちろん持ってるんですけど、ミルウォーキーさんだと6ミリと8ミリのコレットで細いのが対応してないんですね。でそんな中ストレートさんから3ミリと 2.35 の先端のやつが出たんで、もうこれは個人的にめちゃくちゃ重宝だし、すごい安いんで、ぜひねこのラチェットも持ってない人がこの2本セットで買ったら、現場ですごく活躍してくれると思います。